皆さんこんにちは。二輪整備工学科の川端です。本日はですね、このヤマハのトリシティ300のエンジンを全分解したいと思います。ヤマハさんから、このエンジンいただいたんですよ。ありがとうございます。本当は単品の部品をお願いしたんですよね。ちょっとエンジンの授業で使いたいから、ちょっと単品のクランクシャフトとかシリンダーヘッドとかをお願いしたんですけど、お願いしますとお願いしたら全部来ましたということで、ちょっと今からも全分解していこうと思うんですけど、ちょっとね、あるちょっと疑問が浮かび上がってきて、まあ、このエンジンってネジ何個使われてんだろうって思ったんですね。実際、まあ、僕もエンジン分解の経験たくさんありますけど、いちいち数えてなかったんで、何個使われてんのかなって思ったのがちょっと今回のこの動画のコンセプトです、はい、ということで、まあ、今から分解していきますんで、じゃあお願いします。全部バラバラにするまで帰れませんので、はい、行ってきます。やってきます。まず水抜きましょう。あとなんか疑問があるところをちょっと言ってってください。なんか答えますんで。赤い赤い。ヤマハさんね、青色やねんけどね、普段は赤いですね。これね、全部外したらね、こぼれる OB するんで、ちょっと見ていきます。下に感じる。これね、一応ね、単気筒エンジン、水冷4ストロークの単気筒エンジンです。で、トランスミッションはオートマチック、スクーターです。なので、これ結構もう一番コンパクトなエンジンなので、多分一番ネジの数は少ないです。これが2気筒、3気筒、4気筒、トランスミッションもマニュアルになってくると、もっとどんどんボリュームが増えてくるので、ネジの本数も増えてくると思います。だからこれが多分一番使われてるネジの本数少ないんじゃないかなと思います。ちょっと分解していきます。続きではエアクリーナーを外します。いや、覚悟しといてよ。もうちょっと時間かかるよ。なんせバラバラですよ。2本目です、はい、こういう経験久しぶりですね。これはエアクリーナーです。一度も新車なので新品ですね。あ、これもカウントします？はい、はい、じゃあ外します。この裏側にまで、裏側にまでネジあんの。これ取れたらエンジンなんか吸い込まれはしませんね。エアクリーナーがありますから大丈夫ですね。
この台で10万円ぐらいで、このエンブレムで35万円ぐらい。これ貼った瞬間、多分めっちゃ高くなる。あ、これもネジですね。ネジです。はい。なんか取り忘れありそうやけどな。まあいいや。ネジです。ネジです。忘れてます。このエンジンは僕も初めて分解するんで、謎な部分あります。今20、21、22、23、24、25、26です。はい。もう26。はい。まだ序章ですよこれ。いやーちょっとね、200じゃ済まない。いやこれ使っていきます。エアインパクト。空気圧を利用して。ショックで緩めます。マフラーを緩めます。プラス1234です。33。いきますよ、どんどんいきますよ。トランスミッションです、ここは。オートマチックの。スクーターの自動変速です。新品はいいね、やっぱり綺麗ですね。ちょっとすっきりしてきましたね。モーター外します。噴射する場所です。NG。もう一回。は
はい、これインジェクターという燃料噴射するところですね。はい、取れました。わかります？ここ見えない、ちっちゃい穴がね12個かな開いてるの。12個もう針の穴よりちっちゃいぐらいのが開いてます。ここから燃料が噴射されます。これも穴の数は、まあ、6つからこれは12個ですけど、穴の数もそれぞれあります。単気筒なので1個だけ。ネジは続きまして、これサーモスタット、ちょっと新しい形状のサーモスタットっていう部品です。僕は 見たことないですね、この形状。ネジ2個追加。プラグ、わかりますか？スパークプラグ。はい、これはね最近よく使われるようなタイプのプラグです。めちゃめちゃ細いプラグです。どん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 プラグもエンジンが高性能化することによってプラグもどん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 ちっちゃくなって細くなって、バイクもこのねタイプが結構増えてきてますね今。これネジでよろしいでしょうか？はい、じゃあ1本でございます、ね、ネジだらけ。これはいらない。ちょっとエンジンって感じしますね。これもネジで。あ、それはネジですか？ここ一応ネジ切ってますよ。じゃあネジです。じゃあネジで。じゃあネジで。これも。それもネジですね。じゃあネジです。はい。カウントしておきますね。はい。これはちょっと回したいですね。エンジン回したい。こうして持っていきます。これで取れるはずです。あ、これ？これ取れるはず。取れた。
ピストンさん見えました。ここは外します。これもネジですよね。ですよね。ネジです。はい、外します。確実にネジですね、それ。はい。これはブレーキのレバーです。綺麗な赤色ですね。ここね、いい色ですね。かき氷のいちごシロップみたいで。甘いの。そうなんですか。どこ。へぇー、激物だけど。あ、へぇー、触れたらダメ。触れても、まあ、目とか口とかがダメ、うん、へぇー、そうなんですね。でも本当に甘い。へぇー、ネジっぽいネジはついてません。ネジチェック監督、どうでしょう。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、スクーターはまだね、これ楽なんですよ。だから、これがね、本当に4気筒のマニュアルのエンジンとかなってくるとね、もっと倍以上になるんじゃないかな。硬いんですよ、ここ。ネジ。ネジです、ね。ネジです。硬いけど、ちょっと外します。いい絵ですね。硬い。これはダメ。カウントだけにしましょう。それでいいですか。はい、許してもらえますか。許します。ありがとうございます。あ、これ。あ、硬そう。やっぱね、こういうね、ブレーキ関係はね、うん、緩んだらダメなんで、うんうんうん、緩み止めがつけられてると、薬剤が。なので硬いんですよ、基本。これを外すのはちょっと大変なので、ご勘弁ください。許します。はい、ありがとうございます。1,2,3 と、あとこっち、はい、スピードセンサーのローターの部分の取り付けボルトも 1,2,3 と6つ追加でお願いします。